皆さんこんにちは。Bレジェンド染谷です。Bレジェンド上野です。今日は何ですか？今日は上野さん。はい。自宅でできるトレーニング。ちょっとなんかイライラしてますね。え？出てます？ちょっと最近こうジム行けてないからイライラしてるんですよ。そうですよね。ちょっとやっぱりね、今なかなかやっぱりジムに足を運びにくい時期かと思うんですよね。あとあれですよね、この時期って学生さんとかって、例えば中学校3年生とか高校3年生とかって、はい、次学校行くにあたって今暇してるでしょ、何するっつったらもう筋トレしかないですもんね。いやもうほんまそうですよね。そういう人たちにもおすすめできる、はい、なるほど、ものがあればかなと思って、はい、今日はどっからいきます？胸からいきましょうか。胸トレどうですか？胸トレもうまずやっぱり一番代表格、プッシュアップ以外でいきましょう。あ、いきなり消されたいきなり消された。もう腕立て伏せは一番いいんじゃないかと思います。はい、確かにこう器具もいらないし、ね、もう何するって言ったら多分本当に腕立て。ただ結構ね、腕立てもバリエーションがやっぱりありますよね。このチャンネル見てる人の中で、でも筋トレしてる人が割と多いかなと思うんですけど、はい、そういう人はガンガンやっていいかなと思うんですけど、例えば女性の方とか、はい、筋トレがそんなに、習慣がない方であると、はい、なかなか腕立てって多分できないと思うんですよ。普通の腕立てって。なるほど。なんで膝をついた状態からこうスタートさせて、はい、まあ上げやすくはなりますよね。ただまあそこについても、まあこう上げるのに対して下ろすのを丁寧に行ってあげる。いくらこう膝をついたとしても、そういうこう意識をもう筋トレの最初のうちから、はい、養っていくためにも、こういった腕立ての膝ついた状態からも、そういうのを意識してもらう方がいいのかなと思います。なるほど。あとこう、まあ、どんどんできる方であればね、はい、体が床と平行になるように、まあ、横になってっていうのが普通だと思うんですけど、はい、それができるようになってきたら、例えば台なんかを使って、はい、どんどんこう足を高い位置に持っていく。はい、そうすると何がいいかっていうと、負荷も上がるし、この狙える筋肉の場所も違ってくるっていうのはなんとなくわかりますよね。そうですね。やっぱり足が高い位置にあって、うん、やや逆立ちに近いような状態まで、はい、まあもうそこまで上がんなくてもいいんですけど、はい、こう上げていくことによって、まあ、大胸筋の上部の方に入りやすい、まあ種目となりますので、はい、まあバリエーションとしてもそういうことをしてもいいのかなとは思います。なるほど。あとはそうですね、自重ですよね。自重で言うと、自分は押したいので言うと、やっぱりディップスをしたいです。そうですね。そう、ディップスはジムに行ってでもやっぱりやる種目ですよね。すごく優秀だと思います。胸という観点においても、まあ、体をある程度胸を張った状態で下ろした時に胸の下側にストレッチがかかるようなフォームで行うと、やっぱりかなりこう刺激としては大きくなるし、やっぱり上半身のスクワットと言われるくらいの動員される筋肉量がある種目なので、すごくいいのかなと思います。椅子とかがあった方がいいんですかね。そうですね。家でやるとするならば、まあ、椅子を2つこうやってもらって、こう背もたれをこう立ててもらってやるのも一つですけど、これはまあちょっと危ないかもしれないので、はい、それはご判断いただいて、十分注意をしてやっていただきたいですし、あとはあれですね、なんか、まあ、台とか椅子に対して、こう、後ろでもついて、こう、はい、こういう状態で、やるのも、負荷としてはちょっと下がるんですが、それも、まあ、上腕三頭筋の刺激が強くなってしまうところではあるんですが、まあ、胸にこう、入るのが 0% かというと、そんなことはないので、そういう方法もありかなと思いますね。なるほど。まあこういう時ってどうしてもまあ、何かを押したりとか、はい、動かしたりっていうような視点になると思うんですが、はい、まあ、自分が結構これはおすすめしてるところで言うと、はい、これぐーっと押すアイソメトリクス、これぐーっとやる、ぐーっと力を入れる、はい、これだけでも相当胸に効きます。なるほど。かなりこう収縮の面で言うとかなり効きます。これもあれですか、大会のパンプアップとかでやったりするんですか？はい、してる時もそれありましたね。あ、ほんまですか？はい、大会の時ってどうしてもダンベルとかは持ち込めないんですね、はい、会場に、ね、控え室、はい、なのでやれることがチューブを使ってだったり、はい、自分の体重を使ってっていうものでしかパンプアップができないので、はい、そういった中の一つは使いましたね。確かに。なるほど。これはね、床すらも必要ないので、はい、外が寒い時とかもね、はい、こうやってやって体をぐーっと温めるっていうのも一つだったりしますね。あとはね、あれがありますよ。何ですか？自宅でできるっていうところのキーワードで、正直器具はちょっと使っちゃうんですけど、はい、腹筋ローラーあるじゃないですか。あの種目って実はそのお腹周りの腹直筋以外にも実は胸も使ってるんですよ。まあそうですね。ここ固めてやってるからですよね。そうです。まあ固めてというよりやっぱりその、はい、肩関節がこう動くこの動作ってマシンだったりジムでやる筋トレでいうとプルオーバーに近い状態なんですよ。はい、ダンベルプルオーバーとか、私もダンベルプルオーバーは胸の日やったりするんですけど、はい、それにこう準ずるような動きを特に意識してできれば胸にも入れるので腹筋ローラーはおすすめですね。なるほど。うん、あとは、うん、これはもうちょっと胸っていうよりも、はい、なんですかね、なんかトレーニングかっていうとあれですけど、はい、お相撲さんがやってる鉄砲とかも、はい、胸に入るのかなっていうのは一瞬思いました。こう壁やったって柱だったり、はいはい、こう鉄砲の稽古は、はい、あれは、はい、これ鉄砲って言うんですよね。ね、張り手じゃないんですね。そうっていうのも、まあ、胸に入るといえば入るかなと。多分その何十分もやってれば、はい、かなりそのハードな胸トレになりうるのかなというところで、まあ、一つ提案したいなと思います。なるほど。はい、これぐらいですかね。ね、ただやっぱりその最初のうちはそのプッシュアップをやり込むのが一番いいかもしれません。ですよね。私もそのジムに通う前はひたすらプッシュアップやってました。1日200回くらいやってました。あ、めっちゃやってますね。はい、なんかプッシュアップのイメージとしたらでもあれですよね。胸のちょっと前らへんですかね。それはどういう理由ですか？肩の高さでやってしまうと肩でやっちゃうからとかそういう。ああ、でも近いですね。やっぱりその胸を狙うにあたってのその手の幅だったりでいうと体を床につけた時にその胸の真横くらいに手のひらがくるような位置で手を置いてあげるといいかなと思います。あと、まあハの字にするとやりやすいと思います。そうですね。はい、回数少なくてもいいし強度低くてもいいのでその筋トレ的に言うとやっぱり下ろす時はゆっくりで爆発的に上げてあげるというようなところを本当は意識するのがいいかなと思うのでそこはぜひ頑張ってやってみてください。はい、ぜひねご自宅でこういったトレーニングしていただければいいんじゃないかと思います。どうします？プッシュアップ何回できるかコメントに書いてもらいます。そうですね。ちなみにルールと何回できます？今ですか？はい、最近はそうですね、そこまで回数を追ったことがないですけど、まあ多分な20、30くらいはいくんじゃないかな。もっといけると思うんですよね。いやー、なんかわかんないですけど、はい、聞かせるのがやっぱり上手になってきてないかいっていうこうちょっと言い訳というか。はい、なんか早く疲れちゃうからっていうのがあるかなと。はい、なるほど。聞かせるの上手くなったから回数ができなくなっている感じですね。まあでもそれ確かにその通りですよね。あれ、染田さんってそれプッシュアップ企画 YouTube でやってましたよね。プッシュアップやってましたっけ？あ、それこの後でしたっけ？この後出す動画で染田さんプッシュアップやる動画が今後上がるのでぜひご視聴一個だけやってます。上がらへんわ。それではね、次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。